おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバーサイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーは紫、ラッキーナンバーは6です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。約10秒間お取りしました。進めていきます。まず1枚目めくります。ペンタクルの8の逆位置符が出ました。目の前のことに集中できない。あなた様が目標達成に必要なことに集中していないか、またはあなた様の目標を達成するために必要な仕事に関わっていないことを示しています。真面目にやっているように見せかけて、実は手抜きをしているのかもしれません。自分で目標を再設定し、本当に達成したいことに優先順位をつけて、一度に5つずつ必要なタスクを実行するようにしてください。自己の限界を感じ、疲労やストレスの多い状況を示しています。努力することは構わないけど、それで本当に日の目を見るのだろうかという不安を抱いているかもしれません。意味のない分野に極端に集中して、あなた様の周囲の人や家族を無視しているなど、あなた様の人生の大切な分野をシャットアウトしていることを表します。しかし、それでは何も手に入れることはできません。閉塞的な考えや、保守的な気持ちが強くなっています。疑いや不安は意欲を喪失させ、将来の目を摘み取ってしまいかねません。信頼できる人に相談したり、真剣さを欠いた逃げにならないように注意が必要です。自分のバランスを取り戻すために、あなた様はもう一度、自分の内面に焦点を合わせることが必要です。ペンタクルの8の逆位置の意味は繰り返す退屈な仕事、失敗、努力の欠如、経済的不安、詐欺、浪費、怠惰、過小評価、中途半端で不誠実な態度、期日に間に合わない。2枚目めくっていきます。死神の逆位置が出ました。過去に縛られ先に進めない。引き続き過去の状況に縛られています。新たなスタートと変化は起こらずに、未だに悪い状況に縛られた状態です。過去が終われば、初めて新たなスタートを切ることができますが、まだ過去の状況、パターンが足首を掴んでいます。前に進めない閉塞的な状況にあります。抜本的な変化の訪れを待ちながらも、変わらないでいることを選ぼうとしているのかもしれません。現状にしがみつく気持ちが優勢です。状況は停滞し、辛い状態が長く続いてしまうかもしれません。現実を受け入れるまでには、まだ時間がかかるかもしれませんが、逃げずに受け止めたなら、停滞したこの流れを変えることが可能になります。潔く、思い切って次のステージに進んだ方が良いでしょう。恐れずに向き合ってください。健康面では復活と関係があります。死の寸前からの生還の意味があります。大きな病気になったが良い薬によって生き延びるとか、臓器の提供を受けて新しい命を得るといったことが予想されます。死神の逆位置の意味は前進できない、初めの恐れ、変化に抵抗する、
諦めきれない、縁を切りたくない、復縁、再就職、再雇用、かつての職場に戻る、リストラ。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。